米仲買とは、江戸時代に米の生産者と米問屋と小売商を仲介する仲買業務を扱う商人のこと。ただし、地域によって米市場のあり方に差異があり、米問屋と米仲買が分離している地域と分業が成立しなかった地域があった。江戸には河岸八丁米仲買と脇店8カ所米屋があった。前者は米菓子のあった本船町、伊勢町、小網町、小舟町、堀江町に属する8つの町にあり、大阪方面や関東近辺から江戸に入ってきた米を扱う米問屋や旗本の蔵米を扱う札差しから米を買い付けていた。後者は米菓子の周辺にあり、前者もしくは米問屋、札差しから米を買い付けて、薄月米屋と呼ばれた小売商に販売した。また、地下米穀問屋と呼ばれる米問屋と兼営している例も多かった。大阪では、堂島米会所にて、町相米商を行う資格を有する者を、米仲買と称した。蔵屋敷から払い出される蔵米は、堂島米仲買が独占的に買い付けることができ、江戸など他地域の米問屋に蔵米を転売することが行われた。天領で町相米商が許されていたのは、大阪と大津のみで、江戸の米仲買は、商米商しか扱えなかった。だが、大名の所領であった都市、酒田や松阪、桑名などでは、町相米商が許され、これらの土地においては米仲買が活躍していた。明治以後の法制では、米問屋と米仲買は一括して、米穀卸売業と称されるようになった。ありがとうございます。